モンゴル800は1998年に沖縄県で結成された日本のロックバンドであるハイウェーブに所属。略称はモンパチ。代表曲はドン o ワリービー・ h ハッピー、小さな恋の歌、あなたになど。青春パンクの中に位置づける見方もあったが、沖縄を拠点に活動していたこともあり自ら積極的に関わることはなかった。 バンド名に深い意味はなく、ギターのギマが思いつきで考えた、モンゴル800というフレーズをそのままグループ名にしただけで、実際のモンゴル国やモンゴル人とは関係ない。2001年9月にリリースされたアルバムメッセージが発売から7ヶ月後のオリコンチャートで首位を獲得して、インディーズとしては、 初の280万枚以上を売り上げ、日本のスリーピースバンドのアルバムとしては最高のセールスになった。いつも、モンゴル800を応援してくれてありがとうございます。この度、モンゴル800を脱退することにいたしました。突然のご報告になってしまい申し訳ございません。4月からモンゴル800としての活動をお休みしていたことで、ファンの皆様、 関係者の皆様を驚かせてしまい、ご心配と多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。自分は変わらず元気に過ごしております。昨年バンド結成20周年を迎え、今後も25年、30年とモンゴル800を続けていくつもりでした。しかし、いつの頃からかモンゴル800の活動を負担に感じることが多くなってきました。 理由を一言で表すことはとても難しいのですが、時間の経過の中で人間性や音楽性、感覚や感性のズレが大きくなっていったのだと思います。正直、10年以上前から辞めたいという思いが頭の片隅にあり、脱退したいと相談したこともありました。そして説得されるたびに何かが変わるかもと信じて活動を続けました。 しかし状況は変わりませんでした。これは贅沢な悩みなんだ。世の中に楽な仕事はない。どんなバンドだって悩みを抱えながら続けていると言い聞かせ、お客さんのために頑張ろうと決めて続けてきました。実際ステージに立ち、お客さんの前で演奏している時は心から楽しんでいました。それはバンドを始めた高校生の頃から最後となった武道館ライブまで全く変わらない。 気持ちのままです。恵まれた環境で音楽ができる状況。それを自ら離れることが正しいのか、今の自分には正直わかりませんが、これからは一人の人間として今までやってみたかったことをすべて経験していくつもりです。そう考えるととても楽になりました。学生を終えてすぐに音楽の道に突入し、 ひたすら突っ走ってきたモンパチは自分のすべてでした。たくさんの奇跡を目の当たりにし、ありえない経験をたくさんさせてもらいました。清作く、サシには心から感謝しています。そして、二人に一番申し訳なく思っています。本当にごめんなさい。二人はこれからも突っ走っていくと思うので、 皆様変わらない応援をよろしくお願いします。自分は別に音楽が嫌になったわけじゃないし、普通にギターは触り続けるし、音楽をやめるつもりはありません。この先、音楽以外のことも含め、何かしらの表現ができたらいいなと思っています。その時はモンパチともどもどうかよろしくお願いします。そして今まで関わってくれたすべての方々に感謝しています。 本当にありがとうございました。2019年7月3日、義魔隆志2004年までは、バンド活動と学生生活を並行しており、居住地が離れていることもあって、練習時間の制約などから勢いを重視する面が強かった。バンドに専念するようになってからは、より深く音楽と向き合うようになったという、エレキギター、ベース、 ドラムの三つの楽器しか使わず演奏の構成は非常にシンプルである。一方で自分たちの音と歌に対する信用が自然な形で音楽に現れていてシンプルな演奏であってもリスナーを退屈させないと近田春は表している。アレンジの知識や演奏技術については経験を積むに従って格段に向上していった。結成当初からライブが好きで メッセージがブームになった時も期待してきた観客が喜ぶことが嬉しかったという。精神的に余裕がなくても MC などの観客とのコミュニケーションを積極的に行っている。ライブでの入場曲である Enjoy Yourself はカバーしたニトネレコーズトリビュートアルバムブラックリスペクトトゥギャングスターズに収録されている。琉球愛花や矛盾の上に咲く花と 琉球愛をテーマとした曲が多い。故郷の沖縄のことを歌った時に、そこに自分の地元を重ね合わせて聞かれているのではないか、とウェースは語っている。メッセージでは、ストレートな歌詞も多かったが、同作で聞き手の年齢層が広がったこともあって、トドからは表現を柔らかくしたという。沖縄の米軍基地に触れた曲などもあるが、反基地を唱えることも良いが、 日常の中にある大切なものを歌う方がやりたいことに近いと述べている。デビュー以来、故郷の沖縄をずっと活動の拠点にしており、作品の発表とライブだけで満足している。逆に、メディア出演には関心が薄く、メッセージのヒット直後は取材申し込みが殺到し、精神的な負担の器具などからほぼすべてを断っていた。また、 ミュージックビデオやアーティスト写真すらも作らなかった。こういった姿勢からロック開催協のマイペースとも呼ばれた。ブームが落ち着き、バンド活動に専念するようになってからは、普通に取材を受けている。1998年夏、浦添高校の同級生同士で、モンゴル800が結成される。最初はメンバーが4人で、単独のボーカルもいるオーソドックスなバンド構成だった。 ザブルーハーツやハイスタンダードのコピーバンドとして活動していたが、作曲に挑戦したところ以外の手応えを感じ、オリジナルの楽曲を演奏するようになった。スタートとシンコメカミンを自主制作したが、CDR のコピーが途中で面倒になり、予定枚数まで作らなかったという。12月には、ギノワンでスネイルランプのフロントアクトを務めた。 1999年3月に高校を卒業し、メンバー3名とも進学する。沖縄の若いバンドの CD を出したいと考えていた、サードウェーブから高校在学中にオファーを受けており、ゴールデンウィークにレコーディングを行って、ファーストアルバム、g o n a s u r を作成した。12月に沖縄県内限定で発売されたが、1000枚という、 レーベル側の販売目標が多すぎて不安になったという。一方、9月にはハイスタンダード、10月にはブラフマンの沖縄公演でそれぞれフロントアクトを務めている。2000年、GoNSUR a がタワーレコードの派手を中心に爆発的に売れ、県内で1万1000枚のセールスを記録し、4月に全国発売された。8月には、 サマーソニックとライジングさんロックフェスティバルに出演した2001年9月セカンドアルバムメッセージをリリース収録曲のあなたにが3月よりトップの全国 CF に使われていたことがきっかけで大ヒットまた大学の夏休み期間を利用して全国9都市でのライブツアー中公演を行っている2002年3月29日から グリーンデーの日本ツアーに帯同してサポートを行った。8月には富士ロックフェスティバル、ロックインジャパンフェスティバル、サマーソニック、ライジングサンロックフェスの4つの夏フェスに出場した。同年の NHK 紅白歌合戦への参加を依頼されたが、大晦日は沖縄の小さなライブハウスで年越しライブを行った。2003年4月、イタリアで 初の海外公演を行う。12月には、ファーストシングル、喜びの歌をリリースした。2004年3月にサードアルバム、都道をリリース。メンバー全員が大学を卒業したことを受け、バンド初となる全国47都道府県ツアー、モンゴル800全国パーティー、都道2004を4月から9月まで開催し、63本のエン、シーブを行った。 非常に大変だったが、いろいろな反応を見られてよかった、と語っている。12月には、沖国大米軍ヘリツイラク事件を受けて、ウェースの母校、沖縄国際大学で行われた、普天間飛行場の飛行停止を訴えるイベント、ノーフライゾーンに、ボランティアで参加した。2005年3月に、マカオ、11月に、ロサンゼルスでライブを行った。 夏には3年ぶりにロックインジャパンフェスティバルに出場し、8月と10月には国内でミニツアーを開催している。また、同年に沖縄のアパートの一室を自分たちで改装し、拠点となる練習スタジオを作った。2006年8月8日、2年5ヶ月ぶりのアルバム、ダニエルをリリース。8月から12月にかけ、全国47都道府県ツアー。 モンゴル800ダニエル S ツアー2006を実施、53本のライブを行った。2007年、他のアーティストとのセッションやトリビュートの企画のオファーが多く、ブラックボトムブラスバンドやキュディスコの作品に参加した。8月に南西諸島で10公演を行うトロピカルツアーを開催している。2008年、沖縄県内のライブハウスでサーキットツアーを観光。 前年までのコラボレーション作品などをまとめた、エトセトラワークス、エトセトラワークスマイナスを7月に、セカンドシングル、スペシャルサンクスを12月にリリースした。2009年7月8日、3年ぶりのオリジナルアルバム、エイトハンドレッツをリリース。結成から10年が経ち、再出発という意味を込めて、バンド名から名前を取ったという。7月から11月にかけ、 全国47都道府県ツアー、モンゴル 800A とハンドレッツツアー2009を観光。10月には、モンゴル800主催の、モンゴル800が、フェスティバルホワット、A ワンダフルワールドを開催。12月7日、モンゴル800初のアリーナ、モンゴル800が、ライブアット日本武道館を開催。2011年5月18日に、コンピレーションアルバム、 エトセトラワークスにリリース。6月には、かねて共演の多かったスペシャルアザーズのシングル、空っぽに、ウェースがコラボレーションで参加。また、10月1日、2日には、読谷村で、野外フェス、ホワット、エイワンダフルワールドを主催した。2012年4月13日、同じ沖縄出身のオレンジレンジ主催の、おかげさまで10周年。琉球サミットインエド。 オレンジレンジとモンゴル802出演。2013年1月25日、結成15周年を迎え、ミュージックステーションに初出演を果たし、小さな恋の歌を披露した。リズムが少し変更してあり、東北に向けての言葉が歌詞に組み込まれていた。スタートシンコメカミンエーフルアルバムその他のアルバム。ありがとうございます。